菅首相、GoTo トラベルの一部停止を表明。GoTo イートも入国制限をと批判。本日、菅首相が記者会見を開き、このような発言をいたしました。昨日、専門家会議から提案を提出いただいたこのタイミングで、本日、対策本部を開催をし、私からそれぞれの閣僚に感染対策を指示いたしました。まず政府としてできることは速やかに実行するということです。重症化しやすい方々や高齢者の方々、医療施設、介護施設において検査を集中的に国費で行います。さらにGoTo トラベルについては、感染が拡大をしている一部地域において、一時停止をする措置、これを導入したい、このように思います。また、飲食でありますけれども、時間短縮、こうしたことの対応策として、政府は交付金で、ここはしっかり支援をしたい、このように思います。そして、GoTo イートについては、新規発行の一時停止など、これは自治体に要請をさせていただきたい、このように思います。国民の皆さんの命と暮らしを守るのが、政府の最大の責務だと思っています。今回、この現状の中で、国民の皆さんに、さらにお願いをさせていただきたいと思います。それはスーパーコンピューターでもその効果が立証されておりますのがマスクです。ぜひこのマスクを皆さんが会食する際も含めてマスク着用を心からお願いを申し上げたい、このように思います。そして手洗い、3密の回避というこの感染防止策の基本をもう一度心を上げていただきますように、国民の皆さんに心からお願いを申し上げたいと思います。このようになっておりまして、まず GoTo トラベルにおいて、感染拡大地域を目的地とした旅行の新規予約を一時的に停止します。また、GoTo イートの食事券の新規発行を一時停止し、ポイントの利用を控えるよう要請いたしますが、こちら最終的に自治体と、都道府県の知事と協議を行い判断する形になりますけれども、こういった GoTo トラベルなどの一部停止、一時停止について、国内で制限を課すのであれば、同時に入国制限を行うべきだとの批判も上がってきております。現状、最新のデータによれば、国内の陽性率が PCR 検査の実施人数に対して 4.3%、また空港検疫においては 0.4% となっており、空港検疫は陽性率がおよそ10分の1程度になっております。ただ、この陽性率の違いによって、感染拡大の原因とはなっていないとは言えませんが、日本政府にはこういった入国制限、他国との関係もあるかと思いますけども、国内において人の移動を制限しても、行動を制限しても、海外から感染している方が、入り続けた場合、あまり効果が上がらない可能性もございますので、ぜひとも入国制限についても見直しを行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。